板倉村の人かい？そうだよ。じゃあ知らねえかな、あの吉蔵って人。どうかしたのかい？お客さん、どうして吉蔵知ってんの？え、旅先でちょっとね。吉蔵ならおととし死んじゃったよ。知ってるよ。その人の墓参りにやってきたってわけさ。 出入りを高みの見物と決め込んだあの時には、私は何もお前さんを切ることはなかった。堪忍しておくんなさい、堪忍しておくんなさい。上司は薄い号令暗喝塾の吉蔵と、それだけ聞くのが関の。
ルソーを呼んでこいや。おい、おめさんも急がないなら仲間に入って一杯やらないか。さあさあさあ。お仲間に。おめさん、おめくらさんかい。まあいいやな。さあさあさあ。でも私は。何？ちょっとばかりのここでは一杯やってるだから。おい、おめくらさんだよ。ああ、こっちだこっちだ。おめさん、いけるって言ったら一杯行こう。もう根が嫌いなおじゃありませんでは、先ほど聞きましたが、何かお祝い事ですか。やっと上納金が角がついただ。何しろ去年からやいやい攻め立てられた金だ。それを十八か村中洗いざらい集めてやっと千両。三年続きの凶作だ。何しろおめえさん、あの千両の金はおらたち役所の血や肉や骨でこしらえたようなもんだ。こんで大官所から攻め立てられることもないし、こんだけでもらえっけってな気がする。そりゃ、おめえさんも一緒に祝ってくんな。浅いですか。ありがとう。そら、ようのござんした。あの樽を足に叩かしてやってくんなさい。お前さん、樽って言うの。ああ、それよかった。おい、あ、樽さん、樽って言ってくれんだってよ。さあ、こっちだ、こっちだ。
足も中将やぶんも会えた。その線路が無ければ疑われてんでございますから。足は足なりに中将やぶんの身の証を立ててやるってんでございます。それにお前さんたちでもその線路がなければ困るんでござんしょう。私は本物の線路の人を踏んづかめて線路必ずここ持ってきますから。 芝居はやめろ。そちも薄井郡板倉村をはじめ18か村の束ねをする商屋だ。嘘をつくならもっとうまい嘘をつけ。お代官様、上納金の千両は高等科のうちに総額納めろ。よいか。恐れながら申し上げます。ご存知のごとく上州一円は3年来未曾有の凶作。 百姓たちはその日の糧にさえ事欠くありす。言い訳は聞かんぞ。千両の上納金、代官所へ運ぶ途中何者かに奪われたのという、たわけたセリフは聞かん。一元は10日、しかと申し渡したぞ。お代官様、お願いでございます。お願いでございます。
何か用ですかい。え、用なんかありゃしないよ。そんなことよりお前さん、関所を下げてこんな裏階で行くとこ見るとなんかあるね。え、裏街道ですか。とぼけちゃいけないよ。いえ、私はめくらなもんですから、もうどっちが表か裏か皆目見当がつきません。え、ああそうですか。姉さん。なんだい。お前さん目焼きでしょ。目焼きのお前さんが裏街道を歩いてるってな。なるほどね。お前さんお尋ねもんだね。こんばんは。お揉みしましょうか。大丈夫ですよ。あっしはね、普通の男と違ってあの目くらですから。姉さん、ずいぶんいい体してますね。そんな恥ずかしがって隠すことありませんよ。あっしはあのご覧の通り目くらですから。姉さん、姉さん関所破りの人だね。大きな声で言わないでよ。それでお前さん、これからどこまで行くの。この峠を下れば溝路に赤城山の登り口なんだけど。どうもご丁寧に。でもね、あっしゃのご覧の通り目くらでございますから、どっちがみぞろぎでどっちが赤城の山だが見当がつきません。お前さん、本当に目が見えないんだろうね。それはもう目が見えたらね、今頃あっしゃその辺からこう覗いてますよ。ちょっと待ち。あんた板倉からずっとあの目くらをつけてきたようだけど、話があるんだ。あたしの部屋においでよ。関殿の返事は。それがそのどうしたってんだ。詳しくはこれに。
俺には読ませたくねえ手紙のようだな。代官の顔色をうかがって助っ人はおろか米一升酒一合さえもよこさねえような男のことは忘れてしまっておくんなせえ。 やつに戦力、それから幹事はどうしたんだい。どうしたってんだよ。はっきりしろい。やつらまさか親分を見限って。違う、そんなことね。ならどうしたんだい。やめろい。今の中止に喜んでついてこいって方がどだいむりだ。好きなとこ行きゃいいよな。おめえたちも気の向いたところへ行っていいんだぜ。 それじゃあんまりやつらかわいそうだ。もういいんで。ねえ、聞いておくんなぜ。やつら親分や円蔵兄やり、せめて酒の一杯も飲んでもらえてと。それではっきりしない。やつら死んじまったんだい。死んだ。ひょんなことからやつらが切られて。何切られた。で相手は一体誰だ。 どめくらめ赤毛の山へ登りやがったとすると、どうも臭えな。だろう。だから私はずっとつけてたのさ。この子の話によると、あいつは座頭市っていう目暗やくざなんだって。座頭市？この子の兄さんもあいつに殺されたっていうから、相当のしたたかもんだよ、きっと。まあ相手はどめくらだ。 用心にこしたことはねえが、大したことはねえだろう。お娘さん、おめえさんの敵はきっと取ってやる。その子ある場合によっちゃおめえさんにも一働きしてもらわなきゃならないかもしれねえよ。いいな。はい、お待たせ。どうでおぎん。ほや、ほや分やっと。 今度の仕事はこいつとしっかりね、お代官様から請け負ったんだ。中将にやつは民百姓のためとかなんとかやがって、お代官様に立てついた挙句が山ごもり。早晩赤毛山で野垂れ死にだ。とすりゃ関羽主で残るのはお前だの援護だけ。こっちには鬼に金棒のこいつが。<笑>誰だ。 中将親分にお目にかかりたいのでございますけど。一親分さんでございますか。お久しぶりでございました。麓の宿場で百姓衆のためにお親分さんがご苦労なすってるって噂を聞いております。そんなことより一、てめえ中将の身内と間違いを起こしたそうだな。え、 やっぱり中将じゃ、身内中で。なぜ切ったい。なぜ切ったい。なぜ答えねえ。
頼む仲間にはそっぽを向かれ、縁につながる子分を一人抜け二人抜け残ってるのはたったこれっきりだ。そのかけがえのねえ子分をてめえなぜ切って、なぜ切って減ってしまえ。親分さ、お役所衆のためにこれだけ苦労なすってる親分さんが今度は百姓衆に苦労をかけるんですか。苦労をかける、それはどういうわけだよ。黙って千両を出してやっておくんなさい。千両エイチ、てめえには見えねえだろうが、今の中字は千両売るか一両の金にも縁のねえ男だ。親分三人がなくても二人の子分衆には縁があるはずだ。その子分衆と差しで話をさせてやっておくんなさいまし。俺には直に話ができねえってのかい。一位、んな奥歯に物の挟まったような言い方は中じゃでえぐりだ。じゃあどうでも、どうでもだい。上納金の千両、てめえたち親分の名前に泥を塗ろうっちゅうのかい。親分、おいらを切ってくんなさい。命希少に戻る、おいらを叩き取くんなさい。さもし一時の出来事から俺たちの百姓の大事な上納金の千両を、でも俺だけは取っちゃいねえんです。取っちゃいねえんです。取っちゃいねえ、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 取っちゃいねえ。二人とも今日限り杯は消さ、とっとと山を売れ。おやめよ。イチ、何にも言わねえ。罪はみんなこの忠義にある。だ百姓衆に代わっておめえの了見の素行にしてくれ。夜が夜なら言葉をかけてももらえねえ、こんな目くらくさの足に、そんな何にも言わずに黙って山を降りてください。中将親分は上州一円の百姓衆たちの守り神だ。どうか生き延びておくんなさいまし。命の続く限り生き延びておくんなさいまし。そうすることが百姓衆たちへ対してせめてものご恩報じたと思います。生き延びておくんなさいまし。座頭市、この通りお願いいたします。いつだって知れます。親分、この辺が道行き時だ。どうか山を降りておくんなせ。親分、
うしたんだ、官房。子供さんがいらっしゃるんですか。ええ、朝太郎の甥っ子だ。それは大変だ。で、あの、皆さんこれから落ち着きなさるところは、差し当たっては春日部の安右衛門殿のところへでも。なら坊や、足がお預かりいたしましょう。お前さん、足ならまあ人目にも立ちますまい。その春日部村まで届けてくれますか。ええ、お引き受けいたします。すまねえ。どうで長旅わずらわぬようにくれぐれもお体にお気をつけなさい。今夜のことは主事は将棋を忘れねえじ。
しばらくおじちゃんの真似して目つぶってるんだよ。おい待て待て、ジュージはどこだ、どこにいるんだ。さんに迷惑がかかる。ちょいとにやさぎで休ませてもらって、水の一杯も振る舞ってもらえ。何をおっしゃるんですか。さあさあどうぞ、皆さんもどうぞどうぞ。はあ、よくご無事で。中将親分は無事に逃げ延びられたんでございますか。親分を逃がすために子分の方々は次から次へと死んで行かれました。後に残ったのは円蔵さんと岩鉄さんの二人だけ。お前さんにはくれぐれも礼を言っといてくれと。足に赤城の山を無事に降りられたのはみんなお前さんのおかげじゃと言うてな。わしは土戸村の文字が憎い。同じ土星仲間でありながら
忠臣親分は民百姓のために命を懸けてくださった。それなのに文字のやつは二足のわらじを履いて忠臣親分を。それじゃ忠臣親分を召し取りに来たってのはその どど村の文字という。忠臣のやつは早晩網にかかる。百姓どもが千両泥棒は忠臣だと思い込んで何もかもうまくいきましたぜ。それが千両と控えたら高くついたな文字。まあ仕方ありません。こっちの礼金忘れちゃ困るぜ。分かってますよ。まあ、それでこの手一杯あげとくないよ。おげおせくしたいとくそう。あれだけの仕事してやったのになんだこの大工は。文字のやつ十四郎ばかりにチヤホヤしよって。面白くない。親分、いやもう得体のすれねえドメクラがドバヤケに引っかき回しやがって。メクラが、ええ、おいのハン、おそらくのだよ。よし、佐藤、だいぶ稼いだな。おかげさまでだいぶ稼がしてもらっております。おい、長官より面白くてもっと儲かる賭けをやらねえか。どんな博打でございます。お見事でございますね。で、あの足と何をしようとおっしゃるんです。おめえの居合と俺の技を争ってみてんだよ。足の居合とご冗談。ところがな、あるところでお前の居合見てるんだ俺。え、ご両だ。どこで見られたんですかね。じゃあ、あの五両、まあ、足の居合を見られたなら、まあその上十両も乗せましょう。いいだろう。十両。その上にな。先生、親の絵、過激が足を持ちましょう。おい。20両だ。合わせて35両。受ける数だと。へぇ。大きな博打になりましたね。気に入りました。20両。では、勝負といきましょう。もう一度念を押しますでございます。足はただ一文線を切りゃいいんでございますね。そういうことだな。Thank you.
ショましてございますか。先生、先生。なるほどね。ああ、十手持ちの親分さんのところだと大っぴらに博打ができてようござんすね。ああ、ようござんす。文字、あいつの足を止めとけ。当たり前でさ、どうでもあの金は取り返さねえじゃん。それらあいつは忠次とつながりのある野郎だ。うめえ手がかりがつかめるかもしれねえ。どうぞ。すげえ腕ですね。大したことありませんよ、こんなお座興で。ちょんと一文銭を切って70両。百人、どうですお祝いに一杯飲んで、女中でも引っ掛けてみたら。不器用によっちゃね、どうにでもなるんですぜ。いや、ちょうだい言っちゃいけない。あっしはどうも女の方はね、この揉む方が専門ですから。ああ、隠さない。おっ、それいただいておきましょう。え、どうですか。え、どうも、それ。うちの先生方もね、さっき出かけたとこですぜ。あの先生方って言うとまだ他に。ええ、他に二人なさるんですわ。これはなんだ。よせ。待って。上品ぶるね。どこへ行く。離してない。離してない。やめろ。やめろ。くそ。我々は何だと思ってんだ。文字なら千両の大仕事をさせておくのが何だ。あんなところでその話はやめろ。何かスズメの涙の金しかいることだからね。いや、俺は言う。ほら、ねえ、あんた何考えてんのさ。あ、お前さんいい女だろうなと思ってたんだよ。まあ、あれこっちのうめえこと目の見えねえくてして。目なんか見えなくたってね、ちゃんと匂いでわかるんだよ。そんなにいい匂いかね。いい匂いだね。まるで花畑にいるみてえだ。かぼちゃの花だ。あら、うめえことばっかり。お前さんだっていい男だよ。何しんだ。誰か来るんじゃねえのか。大丈夫だよ。誰も来やしねえから。あの千両、やつらの独り占めにさしておく手はない。明日文字のやつに掛け合って百両は取るか。バカな、300両ビタ一文かけても勘弁ならん。300両、一人百両か。しかしあのケチが出すかな。出すも出さんもない、取るんだ。驚いた。揉まれたのは初めてだ。もうね、お前さんの匂いは生涯忘れないからね。あんた。もういいよ。また切ってくるから。お金だよ。え、金取るの？当たり前だよ。金取るの。金取るの。取られちゃった。やっぱり金取るのかね。はい。
마냥 후루이 했나요? 뭔가 욕하? 예. 조또바가리 오기기 시대고등 아른스키노. 뭔다? 아노, 사키노 하나시네. 아래모 모치토 쿠아시쿠 키카시테 모레텐스키노. 뭔노구도다? 예. 그러나 아노, 센료 도카 나스타토카. 아노, 소노 센료오네. 도코에 하콘다가 소레다케 오시샤트 이타다키텐도 나스키노. 何のことかさっぱりわからん。とぼけちゃいけねえ。お前さんたちさっき染料のお仕事にしちゃ悪いが合わねえって言ってたじゃん。いや、だから、あのね、足もタダで聞こってんじゃありませんえ。ちゃんと俺を知る。それともお前さんたちもう一度足の嫌いが見てて。 知らん存ぜんじゃ拉致が開かねえんだ。おい、てめえ命と引き消えじゃ一文にもならねえよ。うん、占領どこへ持ってったか聞いてるんだよ。知らん。 俺は 知らん。そんなことは大官。なるほど。ああ、探し物は大官所へ行きゃい。<笑>そうか。<笑>ありそうなこった。<笑>あら、どうも。なんですね。お遊びの帰りすっかり、お手間取らしちまって。え。 どんな思いとが受けるかは知らぬわけでもあるまいに。渋谷様、どうしたらよかんべ。他の名の衆にすぐに集まってくれるように使いを出しておくれ。分かりました。それからな、村の衆にはくれぐれも軽はずみな騒ぎを起こさぬよう。きっと頼みましたぞ。渋谷様、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 渋
よいか、この上騒ぎ立てるドン百姓どもがあれば、容赦なく引っ立てろ。かしこまりました。で、やつらはどうなさいます？大官所へ合成にも呼ぶなんてもってもかり。見せしめのため断罪だ。それから文字、あの浪人三人のことだが、いい加減に追っ払え。そう思ってるんだな。その図に乗れがって腰を据えて金ばっかりせびりやがる。いい加減に始末をしなければいかんな。あ、先生、新しい儲け話だったら乗るぜ。お代官、そう水臭くすることあるめ。借書の上納金をかっぱらせといて、そいつはてめえの懐入れ、知らねえ顔でやいのやいの催促。要は何だ？金だ。あれっぽっちの金で俺たちの口を封じよったって、そうはいかねえ。やめとけ。それとも何か来んだよ。あの千両も命も俺にくれるというのか。まあおとなしく金で片をつけた方が無難だな。何かあったんでございますか？人材の百姓で豪祖に及んだ奴がいる。豪祖？かかり合いにならぬうちに行け。あの、私はあのお代官様に頼まれまして。あんまか。はい、よしよし、ついてこい。ああ、そうですか。どうもご苦労様です。どうも恐れ入ります。もし旦那、旦那の他にどなたもおいでじゃございませんか？いや、誰もおらんの。さあですか。こ、あ、ちょっとこちら。なんだ。いや、あのね。バカ。金止めりゃ目がねえんだから。目開きはやだね。なんだてめえ、どうしてここ行きやがったんだよ。文城屋さんですか。あの、探し物は大官所へ来るのは分かるって聞いたもんですから。探し物？何のことて。おとぼけになっちゃいけねえ。何よ。佐藤先生ですか。ああ、この間もえらく儲けさせてもらいまして。どうも。何を嗅ぎ出してきた？何を嗅ぎ出してきたか知らんが、今日は敬礼。俺はミミズが綺麗でな。ミミズ？ミミズはゲスな虫だ。俺はミミズを見て無性に腹が立ってきて、ズタズタに引きちぎって殺したくなる。それがまた楽しみでな。ところがなかなか死なねえんだよ、ミミズは。そのミミズと足と どういう。目が見えねえんだよ、ミミズも。一貴様を必ずミミズのように切り刻んでやる。俺はてめえを見るとそうしたくなるんだ。だが今はやらん。今ここでやりゃ大官と文治が喜ぶだけだ。ミミズは俺だけの楽しみにしておきて。なるほどね。足にしたところで今先生とやり合って探し物が手に入らねえんじゃ何にもならねえな。じゃあ
今日はこの辺で。やろう待て。どうした。この野郎飯食ってもね、お大官様に立てつけ野郎だ。それ。先生、なんてことするんですよ。てめえらの手首にかかるやつじゃねえ。座頭、敬礼。だが逃げるなよ。本当なら逃げてえところですけども、お代官の領事を済ませるまでは逃げるわけにいきません。じゃあ。しまさか。はっ。捕らえてある百姓四人、明朝処刑しろ。右の四名、お上に立てつき豪訴に及びたるだ。不届き至極。よって2月13日、下文字岳山麓において斬首申し作る者なり。岩花代官松井軍隊。やるべえ、庄屋様たちを俺たちの手で取り返すんだ。よしやろう。だけどよ、大官中の役人とどうやって戦うんだ。そんなこと言ってこのまま指くわえて引っ込んでるぞ。いつかは庄屋さんたちと同じ目に遭わされたぞ。そうだとも、死んだ方がマシだな。死んだ気になってやりゃいいんだよ。やめよ、やめよ、やめよ。分に会ってまいりましたけども、情の金の盗っとはやっぱり中将やぶんじゃございません。それじゃ誰がやったんだ。船は一体どこにあるんだ。その船領のありかだけは突き止めてまいりまして。こんな野郎、口から出まけて大暴力気があって。庄屋様はな、明日の悪物を大仕置きになるんだぞ。やっぱりもう悠長なことなんか言ってられねえな。待ってください、聞いてください。私はこの土地へ3年前のお詫びにやってまいりました。ひょんなことから切らねえでいい人を切っちまいまして。そんなこと聞いちゃいねえ。待ってください、そのお詫びの墓参りがとんでもねえことになっちまって、目が見えねえもんですから、知らずに腰掛けた千両箱が元で千両盗人の疑いをかけられ、私はその私の身の証のためにも、中将親分のためにも、必ず千両持ってまいります。何言ってんだ。おめえみたいな役の神に何ができんだ。俺がこの村木様からにろくなことはねえんだ。とっとと出ていきゃ。俺たちな、ヤクザの力なんか借りたかねえんだ。このドメクラ。大変でしょう。殴るなと蹴るなと好きなようにしてもいいんですよ。足を蹴りたければこの杖でついてきなさい。あたいは誰だか知ってるの。
初めて会った時から大方の察しはついておりました。吉蔵さんには心底すまねえと思っております。だが足はあん時切る気はなかった。目が見えねえもんだから不意に切りつけられるってとその仕込みで払うより手が ねえんですよ。あの人たちを怒らないでね。誰も彼も上納金のことで普通じゃなくなってるの。もう一度占領を作り出すってこと、私たちに死ねってことと同じことなんだもん。堪忍してあげて。常夜灯のところで必ず待っていておくんなさい。いつでもぶっ放せる鉄砲隊が8人もいるだぞ。鉄砲隊がとても無理だ。鉄砲一人やっつける間に俺たちが皆殺しになっちまう。自分の身を守る。
ために今までの悪事の証拠を消そうとございますか。黙れ黙れ。 お前も実況見たどうされたと。けどなお代官一人以下になったとそうはいきませんで、こうなりゃ百姓たちが取った千里は足も半分いただきます。お役所衆の大事な千両、そんなところにございましたか。うぬ。ねえお代官、十ドルの罰だ。上納金の受け取りを受けておなら、ね、それからその千両、悪事を働いた償いに百姓たちに返しておなら。それでこそ立派ないいお代官だ。なんぞに千両はもってに。金じゃねえ。一時の事母大臣が払って待ってるぞ。さあこれを村の百姓衆たちに渡してやっておくんなさい。これで上納金の千両を盗んだな中条親分でもなければあっしでもねってことは分かってもらいましたね。何にも言わずに黙って受け取っておくれ。吉蔵さんには立派な墓を建ててやっておくれ。いつさんもう行っちゃうの。あっしはこれから人と会わなくちゃならねえもんだから。待っていつさん、一緒に行ってヤギ節の太鼓を叩いてみんなの喜ぶ顔を見てから行ったら。喜ぶ顔を見ろ。そりゃ目くらの足にそいつは無理だ。お千代さん、じゃあ闇節が始まる時分にはきっと帰ってくる。きっとね。